こんな感じですね。一応翔くん構わず前に歩くだけの人になっていきますね。ちょっと風が、時間がかかる子ですよね。うん、シロくんの方がマシかな。シロくんはハイテンションでね、同じ奇襲ミックスの野犬でも性格が全然違う。久しぶりに翔くんですね。カメラが怖くてね、なかなか撮影できずにいます。はい。それと雨とかがねすごく降って、なかなか動画がね撮れなくてね、発信できずに申し訳なかったです。翔くんこんな状態です。自撮り棒で撮ってますね。カメラをね直接向けちゃうとね暴れちゃうんですよね、怖くてね。で自撮り棒で撮ると余計にね、あの棒とか持ったらやっぱり怖いじゃないですか。だからね、ちょっとこうやって自撮り棒で自撮りのように撮っております。はい。なかなかね太ってくれずにいたんですが、結構肉ついてきました。はい。に分かるかな、分かるかな、こんな感じね、こんな感じ。はい。これがいいかな、こういう状態がいいかな。外でね、1時間外でフリーにさせていてても、なかなかね、おしっこうんちしてくれないんですよね。それでね、ちょっと困ってますね。で、クレートに帰ったら、おしっこうんちしてくれるみたいなね、感じでいてます。はい。こんな感じ。信頼関係がね、なかなか取れずに、ちょっと苦労してますね。でもね、噛む行動、結構ね、噛んできます。でも、その、がっつり噛むじゃなしに、なんちゅうんですか、加える程度、出てくれてますね。こんな感じですね。顔噛まれたらえらいことになるんですが、皮膚やっぱ柔らかいんでね、いくら加える感じでいてくれてもね、なかなかね牙入っちゃうんでね、ほっぺたとかね。こんな感じ。かなり怯えてますね。まあね、結構年齢経ってると思うんですよね、この子、取ってると思うんですよね。まあ、野犬の状態でね、やっぱりね、子犬から育って、1歳までならね、どうにかね、馴染んでいったりするんですが、やはり、1歳超えて野犬で、次保護されちゃうとね、なかなかね、前へ進まないっていうのが現状ですね。それで、噛むっていう行動を出る子、自分を守るためにね、怖いから噛むって、出る行動の子ってね、結構やりにくいんですよね。こちらもやっぱり噛まれた痛いんで、なかなかね、信頼関係っていうのが作っていけずに、月日だけが経ってしまういうのでね、噛む行動の子って難しいですね、やはりね。でもこんな腕枕腕枕やな、怖いな。まだ尻尾も入ってるしな。カメラ撮ったりすると余計にね尻尾入っちゃうんですよね。クレートの中とかね、普段はね尻尾入らないんですがね、こんな感じ。行っちゃったな。でね、こういう子ってね背中向きがいいんですよ。正面切ってね、行っちゃうとやはり怖がってね、威嚇してくるんでね、なかなか後ろ向きって怖いんですが、背中向きに仕上げて触っていくのが一番、信頼関係つけていきやすいですね。これ見ずにね、僕見てないんです。カメラの方だけ、カメラでちゃんと撮れてるか見てるだけで見てないですね。でこうやって舐めてくれるでしょ、こういう感じ、こういう感じでおります。なかなかねこういう子ってほんと、一歩進んで二歩後退みたいなね、
感じになっていっちゃうんで、気長にね接していって、1対1でねずっとね、毎日過ごしていけるんなら早いんですが、やはりうちも施設運営いうことで結局ね長時間接していくのが難しいからね、だからなかなかね進んでいけないのが現状ですね。舐めてくれるでしょ、はい、こんな感じこんな感じね、いい感じになってます。はい、ちょっとね翔くんと散歩行きたいと思います。まあ自撮り棒で撮っていくんで、どんだけの散歩してくれるかわからない。まず怖がって、棒が怖いんでね、動画もいい動画撮れるかどうかわからないんですが、ちょっと散歩行きますね。はーい、はい、360度で撮ります。翔くんがねやはりカメラ向けちゃうとリラックスで散歩していただしてもらえないんで、ちょっとね360度で撮って後で編集いう形にさせていただきます。はい、映ってますかね、もうちょっとリラックスすればね尻尾出てくると思うんですが、僕に、一応翔くん構わず前に歩くだけの人になっていきますね。ちょっと風が吹いてるんで、どうかなマイクの方、ちょっとね GoPro の360度撮るのに音声と、映像と別に撮っております。こうしないとねやはりね、360度で撮っちゃうと、ちょっとねカメラと喋ってる声が遠いんで綺麗に音声入らないんですよね。特にこういう風吹いてる時っていうのは入らないんで、別撮りで後で編集いう形撮ろうと思って今やっております。初試みですね。でこれまたね、コメントの方で、どういう風な声になってるかっていうのをね、聞き取りやすいか聞き取りにくいか、そういうのをねちょっとまたアドバイスいただけたらと思います。はい、散歩はね結構楽、この子こういう感じでずっと散歩してくれるんで、結構楽ですね。ちょっと後ろを向いてもらいましょうか。こういう感じ、別に暴れることもなし、まあ自動車とかね人とか、来ちゃうとね結構暴れてくれるんですが、でも制御できるレベルですね。だからこの子の問題っていうのはまあ怖がり野犬なんでね怖いんで、散歩とか暴れちゃう時もあるんですが、それよりパッと体触られてっていうのですよね。口が出ちゃうっていうの、それがやっぱり一番の問題かなと思いますね。まあ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 、でも扱いにくいっていう子じゃない。でも強く噛むっていうことがないんで、穴開かない程度、痛いですよ痛いですが途中で止めてくれる、あーっていう感じで、だからやめろって言って噛むんじゃなしにやめてよっていう感じ、そういう噛み方しますね。だからさほど苦にならない。ただねクレートに入れるとき、クレートにはスッと入るようになったんですが、で出し入れも簡単です。出るときはスッと出てきてくれるんでね、だからもうワイヤーつけてないですねこの子はね。でリードつけてクレートの中に入って興奮状態の時にリードを外しに行ったら噛みますね。だからちょっとリラックスさせて、僕もリラックスしてリードをスッと外しに行く。やはりねクレートの中に入っちゃってそれで外しに体僕入れていくじゃないですか、それが怖いみたい。だから興奮してる時にそれまあパッと入ってスッと体僕が入ってですよね、それで外しに行こうとするとわっと組むんですよね。でちょっと落ち着いてリラックスしたなっていう感じでスッと外しに行けば全然問題ない。そこらがねやっぱアプローチがいる子かなと思いますね。はい、
ちょっと前行きましょうか。前撮りましょうか。こういう感じでね。はい、散歩しております。トコ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 って可愛いじゃないですか。うん、で、結構肉ついてきました。あばらが消えてきたいう感じで。で、下痢がすごかったです、この子。まだね、やはり軟便。もうね、水のような下痢をずっとしてて、なかなかそれがね、もう緊張状態やな感じですよね。それでずっと下痢が続いて、ちょっと悩まされて、それでね、下痢で結構肉ついていかなかった。食べさすこともね、あまり食べさすこともできずにっていう感じでね、いてましたね。あのドッグフードに慣れてない子なんかなと思いますね。いろんなもん食べてて、それでドッグフードになっちゃってっていう感じで、で高木ともいろいろね、ささみとかそういうのを中心にやってみたりとかね、いろいろこの子は苦労しております。はい、尻尾出てきた、いい感じでしょ。こういう散歩楽ですよ。ただ都会では生きていけないかな、この子。そんな感じしますね。都会で生きていこう思ったらかなり大変と思いますね。いちご狩りかな、来てるんかな。いちご狩りですよね。違うね。何やろ、草みたいなもん持ってる。何なんだろう。いいっすね、家族でね。サバファームもね、人減りましたよ。まだね、営業されてるんですけど、日曜日でもガラガラ。それでいいんですけどね、今はね。全体自粛してほしいですよね。僕なんか素晴らしいですよ、ずっともう何年も自粛なんで。何も変わらない。我慢じゃないんですよね、僕の場合は。もう我慢はね、もう愛をし始めた時から我慢だったんでね。別に今更どこも出て行きたくもないしね。そんな感じですね。高木とそうですね、ちょっとご飯施設内で食べようかみたいなんで、コンビニかスーパーちょっと行ってね、でなんか食べ物買ってきて、それが僕の今の楽しみですね。どこかへ出かけてとかそういう風なんはまずないし、そういう願望っていうかね、そういうのがもうないですね、僕ね。年いったのか。ほとんどない。もうなんていうか、ちょっと時間ができたなと思ったら、ここ行き止まりいうか山道入っていくんですよね。U ターンします。ちょっと時間ができたら、ほんとね、なんか買ってきてちょっと食べようかみたいな感じ。それが今の僕の楽しみですね。ちょっと向かい風になったんで、風の音が入っちゃうかな。ちょっとすみませんね、風の音が入ってたら。結構ね、ピンマイクを、首元につけて、襟元ですよね、につけて撮ってるんですが、どうなんかがまたね、編集時じゃないとわからないですね。はい、って感じで、翔くん、時間がかかる子ですよね。シロくんの方がマシかな。シロくんはハイテンションでね、同じ奇襲ミックスの野犬でも性格が全然違う。でもどちらがやりやすいかな、言うと翔くんの方がやりやすいんじゃないかな。シロくんは結局テンション高すぎてね。大変。あの子また動画で出させていただきますが、大変。って感じでおります。はい、今日はね、久々の、翔くんということで、元気にはしておりますし、徐々にですよね、噛むこともなく、
生活にも慣れてっていう感じで、本当1年がかりの子ですねこの子ね、うん、1年後どうなってるか、期間を決めずに、徐々に徐々にやっていくっていう感じしか、ちょっと翔くんがかわいそう、ね、とっとと進めていったら萎縮しちゃうじゃないですか。でそういうことになっちゃうとね、あとまた大変なんで、萎縮ささずにね、徐々に生活に慣れていってもらうということを心がけてやっております。はい、いつもいつもご視聴ありがとうございます。散歩とこういう動画になってしまいましたが、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。はーい。